はい、どうも、皆さん、こんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、DYDX、ソラナ、ライトコイン、今日は6通貨見ていきたいと思います。今日が2022年の12月の15日木曜日、今が18時26分を回ったところです。今日の仮想通貨市場、えー、全面的にね、えー、少し下がったかなという状況です。まあ、というのも、昨日 FMC のね、結果発表がありまして、利上げに関しては予想通りだったんですけど、今後の利上げの見通しがあまり良くなかったということで、ちょっと下げましたよね。ただ、仮想通貨市場においては下ね、結構固く なんとか耐え、ている状況ですよねそのの中で今後どういういいいいいいに動いてていくか、えー、僕らの見解を述べさせたただきたいと思います、えー、それから、ニュースの方では、ソラナが買い時なんじゃないか、みたいなニュースが出ていたりとか、あとはバイナンスが中国の共産党とかなりズブズブなんじゃないか、みたいな、まあ本当かどうかわからないニュースも出ているので、そのあたりもね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨関連、するから世界経済の動向をピックアップして、相場分析と戦略構築をやっております。えー、毎日見ていただければ、その日のタイムリーなニュースとテクニカル分析が学べます。ぜひ ポチッとチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれでは今日の仮想通貨資料の動向を見ていきたいと思います 一点だけお知らせで、来週の月曜日に YouTube ライブをやらせていただくんですけど、ちょっとまあ、えー、せっかくなんでそのタイミングでということで、えー、Twitter の方でギブアウェイをしております。一応プレゼントね、えー、4人分用意しておりまして、えー、このツイートをですね、リツイートとフォローと、YouTube のチャンネル登録をやっていただいて、えー、なおかつ12月19日、ライブ視聴中にですね、一つミッションをね、えー、皆さんにやっていただこうと思っていまして、まあその方の中からですね、抽選で4人の方に、えこの商品をですね、プレゼントしたいと思っています。ぜひあの 今年を締めくくる最後のねライブということで、たくさんのね皆さんの参加をお待ちしております。ツイッターに関しては以下のね概要欄に貼ってますので、ぜひチェックをお願いいたします。はい、今日の仮想通貨市場なんですけれども、二百四十一万ですねビットコイン、零点零八パーセントまあほぼ動いてないと。えー、イーサーに関しては一点七八パーセント下がって十七万五千なので、まあ全体的に見た感じアルトコインが下がってビットコインがあまり下がってないと耐えているとまあそんな感じに見えますよね。ちょっとまあ最近、えー、ファンド的にもですねあまりよろしくないニュースもたくさん出ていて。 規制に関してもですね、やっぱり先行き不透明だという中で、やっぱり一旦ビットコイン預けておこうみたいなね、そういった動きの中でちょっとね、ドミナンスも上がってきてるという風な状況ですよね。はい、この動き続くかちょっとね、注視が必要かなと思っています。で、今日の株式市場に関しては全面的に下落しましたね。昨日のアメリカの株式市場が主要産指数全部下がりましたので、まあ日経平均に関してもその煽りを受けて今日始まったということですね。じゃあ、昨日の FOMC とパウエルさんの発言どうだったかのか、そのあたりちょっと見ていきたいと思うんですが、まずは、えっと、 コインポスストのニュースですね昨日の利上げに関してはみんな予想していた通り0.5%の利上げを採択してきましたこれはもう予想通りだったわけなんですが一つ予想上回ったポイントがあってそれが何かというと2023年末のターミナルレート要は金利の最終到達点ですねこれがだいたい市場予想としては5%弱4.9%ぐらいになるんじゃないかみたいな予想だったんですがここを5.1%に引き上げてきたということでこれが景気悪化懸念 にががったとといいうことが言われていますで、えー、記者会見の中でパウエルさん何を言ったかということで、まだやるべきことが幾分残っていると、えー、任務を完了するまで現在の軌道を維持するということで、まあ、割と強めな発言をしたんですよね。ただ、直近発表された CPI に関しては下がりましたよね。えー、インフレ率がピークに達した可能性を示す最近の兆候は、まあ、あのー、いいことだということで歓迎しつつも、労働市場がね、えー、まだやっぱり強いということだったりとか、賃金上昇が 企業の労働コストとインフレを押し上げる圧力につながっているということで、えー、全く痛みを伴わずに物価安定を取り戻す方法があれば良いがそれはないということを言ってきたんですねしたがって今後やっぱり注目していかないといけないのは雇用統計ですね、えー、雇用の状況がどうなのかっていうところと経済の状況がどうなのかまあもちろんインフレ動向もね今ピークを打って下がってきているような兆候が見て取れてますけどそれが続くのかどうなのかこの辺が来年のね、えー、注目ポイントになってくるということですね、えー、ちなみに今日に関しては、えー 割と重要な経済指標発表がありまして、えー、今日の22時半ですね、11月の小売売上高が発表されます。これがまた予想よりも、まあ強くなってくれば、えー、利上げの長期化懸念とかにつながって、また下がる可能性がありますので、チェックが必要かなというふうに思っています。まあ専門家の見方はいろいろで、来年は株価がずっと下がっていくような傾向になるんじゃないかということを言っている人もいれば、今日のブルームバーグの記事では、ウォール街の投資家は、えー、半信半疑だということなんですね。何が半信半疑なのかというと、 えー、まあパウェルさん、高橋姿勢を詰めているということなんですが、市場は信じていないということを言ってるんですね。なんでそんなことを言ってるかというと、インフレはやっぱり当局の予想よりもはるかに望ましい道筋にあるということが、直近の CPI でも分かったわけですよね。なので、そこまで利上げを継続しないんじゃないかっていう風な意見も出ているんですね。まあやっぱりこれは経済指標をね、えー、ずっと見ていかないといけないと思いますので、今後も注目していく必要があるんじゃないかという風に思っております。じゃあ、ここから仮想通貨関連のニュース見ていきたいと思います。まず、ソラナの件ですね。ソラナに に関しては直近かなり価格が下がりました FTX の件を受けて大きく下がったわけですけれども一方で投資商品ソラナの投資商品に関しては基幹投資家を引きつけ続けていますということが今日のニュースの中で書かれてあるんですねコインシェアーズのレポートによるとソラナに焦点を当てた投資商品は前週の20万ドルから、えー、先週40万ドルの流入を記録したそうなんですね FTX の崩壊後3週目の流入を記録したということなんですよねまあ、オンチェーン的にもこのセンチメントのデータを見ていくと まあショート勢がポジションを手放し始めているんじゃないかということでえ今後、ショートスクイーズショートの損切りロスカットえそういったものによって価格が上昇していくんじゃないかということを言っているんですねそれからゴールドマン・サックスの元幹部の方は今、ソラナ,ナを購入する絶好の機会であると考えているということでまあ理由に関しては大したことないんですけどもえソラナ,ナは2018年にイーサリウムが97%下落しえ誰もイーサなんかもう知らないみたいなねそういう,まあそういう状況になっていた時のことを思い出しますと、え。ー え、そこからイーサーはまあ爆上がりしましたよね、ということで、今そこから考えるとソラナも同じような状況じゃないかっていうことを言っているんですね。まあ実際、その仮想通貨投資商品の中でいくと、ほとんどの商品っていうのは流出が見られているそうなんですけれども、まあ主要通貨の中で、え、唯一ね、流入が見られたのがこのソラナだったそうなんですよね。まあソラナの持っている技術的なところ、それから資産もですね、豊富に持っていますので、今後堅実にえ復調できるかどうか、このあたりは日々のね、テクニカル分析で見ていきたいというふうに思って いますそれからもう一つ直近注目を集めたアルトコインありますよね。えー、ライトコインなんですけれども、えー、ライトコインの支払いがですね、増加しているということなんですね。支払いっていうのは現実の世界の中で、え、ライトコインを使って支払いをしている人たちが多くなってきていると。まあ、量も増えてきているっていうことを言ってるんですね。なので、ライトコインの価格は、まあ、上昇していくんでしょうかというふうなニュースなんですけれども、えー、このビットペイっていうところですね、ここのレポートによると、ライトコインは購入に最適なコインとして大きな注目を集めていると。えー、主要な電子機器、ビデオ機器、 ゲーム、えー、金とかか宝石それから電子商取引ののでですすねねサイイイトトはライトコインの支払いいいいが増加ししているってるるううを報告しているようなんです、ね、特に、ライトコインの支払いが北米で最も顕著であるということを指摘しているようです。なので、需要増によって、まあ、ライトコインのね、価格が上がる可能性があるんじゃないかっていうことを、まあ、この中では書いてありますし、まあ、ライトコインに関しては来年、えー、半減期がですね、控えておりますので、まあ、そこに向かって上昇するんじゃないかっていう予想している人も結構ね、海外の方では多いようですね。その中で、えー、機械学習アルゴリズム がが年ののクリスマスマライイトコイン価格を設定ととか予想したという記事も上がってますまあこれは本当に予想なので、参考がてらですね、<laughs> 見ていくわけですけど、一応 AI ベースのですね、アルゴリズムによると、RSI とか MacD、それから MA などのテ,テクニカル指標を用いて、えー、算出したそうなんですね。えー、それが、えー、78ドルということになったようですね。まあ今の価格74ドルなので、まあほとんどね、えー、差はないんですけれども、まあ、ちょっと今、ライトコインね、三尊天井っぽい価格、あのー、 持ち合いをしていて、えー、ちょっとね。下懸念っていうのが高まってきつつあるんじゃないかなという風に思っています。えー、まあ、その中でどういう風なね動きになるかっていうのは、この後のテクニカル分析で見ていきたいと思います。はい、その中で今日もね。バイナンスに関するニュース一つだけ見ていきたいと思うんですが、まあ、あのどこまで信憑性あるかっていうのは分かりませんが、アメリカの上院議員がバイナンスは中国政府と関係があるって言うことを主張しているようなんですね。ハガティさんっていう上院議員の方がですね。バイナンスが中国共産党と関係があるって言うこと。を主張して 主張しているんですね関係があるだけじゃないですよここで見ていくと、えー、バイナンスは中国政府によって管理されているということをまあ、明言したそうなんですねまあ、これについては CEO の方がね、えー、9月にですね中国政府とのつながりを否定しているんですけれどもまあまだねこういった懸念が湧き上がってきているということですねそれからまあ直近に関してはバイナンスの準備金に関する報道がありましたねここの透明性が、えー、まあ、欠けているということもありましたまあ、バイナンス不安がねちょこちょこと出てきていてまあ、それほど こう致命的なものっていうのは今のところ出ていないんですけれども引き続きやっぱり様子はですね見ていかないといけないんじゃないかなというふうに思っていますえーこの上院議員の方えバイナンスが FTX のように内波した場合はもう壊滅的な結果をもたらすだろうということを言っていますまあもちろんそうなるだろうということだと思いますのでまた気になるニュースがあればですねえタイムリーに取り上げていきたいというふうに思っていますじゃあ最後にビットコインの板の状況なんですけどちょっと今コイングラス見るとですねデータがあんまりうまく反映されてないっぽいですねはいなのでちょっと今日は板 ののの状況を飛ばしててて総分析の方を入っいいいいいいききたたとと思思ままますす、はい、じゃあまずはビットコインの東から見今のビットコインの額は1 7600ドルということでおとといですね CPI の結果を受けて一時1 8300まで上がったんですけど、まあ、そこからちょっと反落気味ということになっていますその前にちょっと DXY 見ていきましょうか DXY に関してはこの辺がですねめちゃめちゃ意識されてると思うんですよねこの102から103っていうところがかなりサポートラインとしては機能するんじゃないかということで引いているんですが一応ここで反発傾向にはなっているということです、ね ね、ただまあこれ完全にもう下落トレンド中かなって思いますので、戻ったとしてもやっぱり売られる相場っていうのが続きそうな雰囲気にはなっていますよね。それからナスダック、まあナスダックに関してもここの下落平行チャンネルの上限値に達したところから下落に転じました。サンピ500もまほぼ同じような状況ですよね。まただ明確にまだ下方向にトレンドを切ったっていう感じではないので、ここからの動きは非常に重要になってくるんじゃないかなという風に思っています。はい、その中でまあビットコイン見ていくと割と堅調ですよね。ナスダックとかとはちょっと。 直近動き方がやっぱり違うんじゃないかなというふうに個人的には思っています、まあ、その中でまず冷やしで見ても下根結構硬いですよね直近では逆三存作ってからの反発ということで安値を堅調に切り上げていますしやはりこの辺りで安値をね切り上げているという状況で、まあえー、結構ここで滞在した時間も長いですのでここをぶち抜いていくというふうな感じというよりは一旦下がった相場がもう一回買われて上を目指していきそうな、えー、形状にはなっているんじゃないかなというふうに思っています、えー、その中で四時間足見ていくと えこんな感じでまあスパイクハイっていうねプライスアクションのような形を作って下落に転じているわけですがまあ下には移動平均線的にもですねゴールデンクロスをして全て移動平均線が順番に並んで上向きになっているいわゆるパーフェクトオーダーという形を作っているわけですねまあこれは本当にあの上昇トレンドが強いときに出るパターンですけれどもまあそんな感じで下がった側ははまた買わ,れて買われてくる可能性は非常に高いんじゃないかなという,ふうに思っていますまあ今、1万7600ですけどこの辺一応ねあの直近でもサポートされていたラインですよねこれ抜け てしまうと一時的に今17,200、300付近まで落ちてくる可能性はあると思うんですがそこはまたあの買われてまあ押し目買いを狙われるんじゃないかなっていうふうに個人的には思っていますはい続いてイーサリアムなんですけどまあイーサムに関しても直近の高値を超えてからの下落なので、えー、この1260付近のこの水平線ですよねこれめちゃめちゃ機能しているわけですけどやっぱこのあたりは結構ねあの底堅い動きになるんじゃないかなっていうふうに予想はしていますまあ、20 a なんかもありますのでサポートラインとしてはまあ割と強い いいいんじゃないかなかととうことですね、まあ、ただ上に関してはもう先日からずっと言っている通り50、100、200の移動平均線がの,せのしかかっていますので、まあ、なかなか一辺倒に上を行くっていうのは厳しい相場なんじゃないかなと思います、まあ、その中で一応ここで維持することができていますのでこの移動平均線の密集から解放されるときに、えー、もし上に抜ければですね上値は相当軽くなってくるんじゃないかなという,ふうに思っています、まあ、しばらくこのレンジの中でね、えー、動くんじゃないかなというふうに予想はしております、えー、それから XRP はもう本当に動かないですね全く動かないといととうことで 今が38セント、もうずっとこの38セントラインで上行ったり下行ったりという状況になっています。まあ、ただ一方で、やっぱり移動平均線たちもですね、どんどん密集してきているというふうな状況がありますので、えー、そろそろやっぱり大きく動く可能性は高いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、これに合わせて、リップル社と SEC の裁判の結果ですね、これも近日明らかになるというふうな報道もありましたので、えー、引き続きこれは注視していきたいかなというふうに思っています。で、DXY がですね、今日3.7%上昇しているんですね。まああるところの中でもと 強く反発しししてててていいいる方のの部類なななんじゃないかなと思っまますす DYDX に関してももレベルでではもう移動平均線が密集しておりますのでこれもいつ動いてもおかしくない状況であるということは言えるんじゃないかなと思います。RSI や MacD はちょっとね、あのマイナス方向に動いていたんですけれども、RSI、えー、も50を回復する手前ぐらいまでですね上昇してきているということで、もう起点となるのは、高値の切り下げラインと移動平均線が密集している1.73ドルですね、これを抜けるかどうかが直近の最重要のポイントになってくるということですね。はい 1> 今1.66ですので、えー、しかも要線をつけていると4時間足で見ても一時的にこう悲観的な相場になっていましたが、えー、ちゃんと安値を切り上げてからの上昇に向かっていっているということでこのままこの1.72とか73付近ですね抜けていく可能性も全然あるんじゃないかなということで、えー、直近まあこういう三角持ち合いですけれども、えー、今週中にはですね、えー、おそらくこの短期的な結末というのは出ると思いますので引き続きこれも注視が必要かなと、まあ、上に抜けてもおかしくない状況じゃないかなというふうには思っています それからソラナに関して4時間足レベルで見ると確かにねもう誰も触ってないっていう状況がずっと続いていたんですが直近少しずつこう上昇を始めてますねで出来高も割と上がってきてるということは少し評価してもいい,いいポイントなんじゃないかなと思います、まあ、短期的にはですねここのラインですね14.9のところが完全に12345回ぐらいねレジスタンスされている抵抗されていますのでここを抜ければっていう感じに見えますよね、まあ、その中で移動平均線4時間足レベルで密集してゴールデンクロスを今から形成して 中で価格はそこの上にですね位置していますのでやっぱりサポートされて上に上がっていきやすい短期的にはですねそんな状況が見えているんじゃないかなと思いますま冷やしで見るとねもうぶち下がりしていますのでどこまで上がるかっていうのも非常にまあ上にはね厳しいと思いますしえこの青色のところですねここがまあ一応サポートレジスタンスとしてえ過去、機能していたポイントですのでこの勢いでもままこれをぶち抜いていくっていうことはないんじゃないかなと思いますまあさすがにこの辺りでねえ止まるような相場になるかなという,ふうに思っています。まあ割とここ

でもね面白いんじゃないかなという風に個人的には思っていますはいこの辺で動いていたのが2021年の3月ですねなので逆に言うとまあ,そあの去年のね相場に戻っただけという考え方もできますよねもちろんこの価格帯を抜ければ、えー、非常にまずい展開にはなると思うんですけれどもまあ、それも踏まえた上でですね、えー、少しずつ仕込むっていうのはちょ,、まあ、ちょっと面白い相場にはなってきたんじゃないかなと思っています、えー、その中でライトコインなんですけれどもまあ、日東で見ると明らかな通りやっぱり三存天井みたいなね、えー、そういった形を作っていますよねでサポートラインに関し 関しししてててはこここドドルルから72ドル付近これがサポートラインとして機能していますなのでこれを抜けてしまうとこの辺まで64ドルぐらいまで下がる可能性はありますけれどもまあ引き続きやっぱりこの移動平均線の位置関係とこの底値のですね固め方それからこの安値の切り上げ方っていうのを見るとまあ下がった層はやっぱり変われてくるとまあ来年半減期っていうのも控えてますので引き続きまああのいい感じの上昇トレンドを作っていくんじゃないかなっていうふうに今のところは見ています。短期的には連日をお伝えしている通り RSI のダイバージェンスというところが明確になっていますので、少しずつやっぱり勢いはなくなってきてるかなという状況ですよね。その中で下がった相場は押し目買いが狙われる、そういった展開を今のところは予想しております。はい、ということで今日は6通貨見ていきました。一応年内の最重要イベントっていうのは通過したわけで、ここからどう動くのかっていうのは見どころですよね。まあ、年末にかけてなかなか動かない相場になるっていうのはまああの年末あるあるみたいな感じなんですけれども、一方で2020年の年末なんかは結構上がり ありましたよね株式市場に関してはえー、ちょっとねリスクオフというかまあ節税対策でなんか売ってくるみたいなえー、そういうアノマリーとかもあるようでしてどんどん上に上げていくようなそういったリスクオンムードにはなりにくいんじゃないかなと思うんですがそういった中で仮想通貨が強さを見せれるかどうかそこで見せればまた投資家たちもですね帰ってくるんじゃないかなということで直近の動きえー、ちょっとね注目していきたいところかなという風に思っておりますということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございました